夏の観光シーズンに向けて業務用食品の展示会が長野市で開かれました。調理時間を短縮できる商品が注目を集めています。会場内、多くの人でにぎわっています。今年は円安やインバウンドの影響によって長野県ブースに力を入れているそうです。会場に並ぶのはおよそ2500種類の冷凍食品や加工食品です。業務用食品の卸売会社長礼が開催し、県内外の120社が出展しました。夏の観光シーズンに向けた展示会は新型コロナの影響で5年ぶりの開催です。人手不足を背景に調理時間を短縮できる商品も充実させています。温めるだけで食べられたり、ちょっとこう盛り付けして冷やして食べられるので、朝食には簡単に食べられるので、新種のもの、お肉とか果物があるのでとてもいいなっていうふうに思ってます。海外のお客さん非常に多いんでね、いろんなこう情報もいただけますし、さらにそうですね、我々のこう研究材料にもなれますんで。開発担当者と料理人が直接話ができるのもこの展示会の魅力です。ここまで観光客が増えた長野県をもっともっと良くしたいっていう皆さんの現れで、ここまでたくさんの人が来てくれたと思います。明日の展示会は安曇野市で開催されます。